じゃあ、後編の動画ということで始めていきたいと思います。挨拶はいいっすね。そうですね。私立桜保育園ね、はい、続きいきたいと思うんですけど、はい、あの、はい、まあ前編ではね、あの、ことの起こった経緯だったり内容だったりってお話ししたんですが、後編では、ちょっとね、なぜこんな事件に至ったのかって分析をしているので、あの、しているですね、サイトだって記事が多いので、それについてお話ししていきたいと思うんですけど、保育園ってのはまずこれ、保育士の給料が激安。あ、そっちか。これ共通認識ですね。うん それ聞いたことないですかまあ、<う>だいたい手取りで、よく聞くのが、手取り10万前半とか、か13万4万とか、異常に安いっていう。え、週5ですよね、うん。もちろん。下手したら、週6、週7ですよ、保育士。超激務ですから、ね。え、それで10万のですか ?10 万前半とか、安いところだと。<え>ま、東京とかはちょっと高いみたいですけど、うん、もう地方になると、異常に安いっていうのがまず保育士ですよね。 子供をね、<ー>あの、預かるっていう責任の重さに対して給料が圧倒的に安い。これは保育士とか看護師、介護士とか、看護師なくて保育士、介護士はよく言われるんですけど、とにかく給料が安い。<ー>うん。給料が安い。ね、まあ、やっぱりあれじゃないですかね。コスト的にそんなに払えないんじゃないですかね。保育園っていうもの自体が。あまあっていうのがあって、で、かつそれでいて人手が足りてないっていう常 まあ、うん、そうなりますよね。そうそうなっちゃうんですよ。だってそんな安い給料だったら、うん、多分資格関係ない他の仕事で転職した方が普通に平和だし、責任も軽いし、給料も高いから、うん、絶対そっちに転職しちゃうんですよ、みんな。若くして。だから、そう,ね、そう。だから保育士って結構40代の保育士とかって知り合いに全然いなかったりするんですよね、現役でやってる人って。20代前半とか多いんですけど。うん、若い人が多いイメージですね。そうそうそう。みんな辞めてっちゃうんですよね。うん、っていうのが保育業界の、まあある種闇なんですよね。 闇なんですよで今回ってやっぱりその闇っていうのも結局悪さしてるんじゃないのっていうのを言われてるわけですよね。まあ人員不足じゃないですか。はい、人員不足になると何が起こるかって言ったら一人当たりの労働が強化されちゃうんですよね。悪化しちゃうんですよ。まあ一人当たりでやるかなきゃいけないことが多い。まあ保育士で言えば一人当たりの担当してるお子さんの数が多かったりしちゃうので、当然あの休憩時間もなければ緊張感もずっと続いたりとか、 して、で持ち帰りの仕事も多いくしってすごいあるんで、なんか次の日のお遊戯会のなんか道具作りとか家でやるとか言うんですけど、えー、大変ですね、そうそうそう、なんか折り紙こうやってハサミで夜な夜な切るとかよく一般的に言うんですけどね、そういうのがあったりとかするわけですよね。うん、っていう中でやっぱりちょっとストレス、ストレスが溜まるとやっぱり正常な判断でできなくなるじゃないですか、うん、忙しい経験ある方ってみんなわかると思うんですけど、 なんか、忙しくない時にあの時やってたことを振り返ると、いや、異常だったなと思うんですけど、その時は思考停止しちゃって、うん、どうしてもそういう行為に至っちゃうっていう。そうですね。そうそうそう。うん、ってことってあるじゃないですか。はい。まさにそういう人員不足だったり、安月給でモチベーションが低いっていところが、今回のあの行為が発覚した原因の一つではないかなっていうのは、言われてるんですけど。うん、ああ、なるほど。うん、ストレス発散みたいな。 そうですね。まあ、言われてるんですけども、この辺って、結局、前から言われてることなんで、人員不足とか給料が安いっていうのは。うん、もうね、これは、はっきり言って、一保育園保育園が対策するっていうことじゃなくて、もう、あの、社会問題として、もう、あの、政府なり自治体が対応していかないと、解決は無理です、絶対。もうずっと言われてるんで。うん、ただ、そこが、あの、原因の一つなんじゃないかって、言われてるんですよね。ただ、それにしても、今回は内容がひどいと。うん 多分こういうことがもう大小あるにしてもちょっと今回極大すぎるっていうことで、あのまあ事件になってるし、まあ他の保育園さんでもやっぱりね、やってらっしゃるところあると思うんですけど、あの、今のうちにやめといた方がいいですよ。うん。<ー>本当にねで。やっぱりこういう時に言われるのは日本って良くないなっていうのがあるんですけど、日本人ってあの性善説で動くてって言われてるんですよね。まあこれは僕も結構思うんですけど、 性善説ってわかりますか正前説ですか性善説と性悪説ってあるんですけど、まあ、要は、人間は、あの、良い行いをするのが基本だよねっていうことです。あの、まあ、よくわかりやすいので言うと、無人の、あの、販売機とかあるじゃないですか。無人の、あの、無人販売所ってあるじゃないですか、ね。野菜とか果物あ,あ、ね、田舎に。うん、あれって性善説に基づいてるので、日本で唯一あるんですよね。うん,うん。まあ、要は、 あの、売り物って分かってれば、誰もいなくてもちゃんとお金払って買っていくでしょっていう、性善説に基づいたものが無人販売所なんですよね。でも最近は無人販売所も、やっぱりその、盗まれたりとか、そういうのがあって、そう,ね、そ,うそうそうそう。うん、で、監視カメラをつけたりしてるんですけど、監視カメラをつける行為は性悪説に基づいてるんですよね。う 人間は悪いことをするもんだっていう。必ず悪いことをする奴がいる。だから悪いことをする奴の対策を最初からしましょう。なるほどね。うん、性ア説。まあ海外の方とかは、特にアメリカとかって基本的に性約説でルールを決めるし、ねうん、性約説で何事も。 やるって言いますよね。日本人なんかやっぱり性善説。モラルとか道徳って言葉を言いますけどね。うん、道徳的にそういうことはしないでしょうと。モラルに反するでしょうとか。って表現を、うん。なるほど。常識的にこういうことはしないよね、みたいな。そう,そう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 。それはしないでしょうそういうことは言わないでしょう、みたいな。うん。なんか性善説に基づいた考えだったり行動、発言。ってなるんですよね。うん、ここがやっぱり、あの、性悪説で考えるべきでしょうっていう。ね、万が一を考えて。 ま、実際こういうことがやっぱりあったり、それに対する隠蔽工作があったりとかすると、結局そういう考えに、それは至っちゃうわけですよね。うん。やっぱりね、あの、保育園ってね、やっぱり大事なところだし、まあ、保育園不足って言われてるぐらいだから、うん、ね、一箇所に入る園児の方きっとね、常に満員なんでしょうっていう。で、ね、満員な中、そうですね。うん。うんね、満員じゃなくてね、なんか少しでも空きがあったりして、うん、例えば、今年は園児が少ないね、とか、 今年は多いねみたいな現場だったら、まあ、あの、慢性的に忙しいとかないんでしょうけど、まあ、満、満杯でしょうからね、どの保育園も。うん、それは保育士の方、現場にね、幸せがいっちゃうでしょう、というところですよね。だから、あの、預ける方の人も、なんかそんなに、こう、追求とかっていうより、その、預けてる保育園で、保育士の方が大変になるようなことしない方がいいですよ。周り回って自分の子供に、ストレスの吐け口として、いっちゃう可能性ありますからね。うん。 もう一回言いますけど、今回、カッターナイフで一を脅されたりしてるんですからね。それがもし、その、人員不足だったり原因でそうなってるとしたら、保育士の方に優しくした方がいいですって。うんうん、無理させない方がいいです。無茶言わない方がいいです。もし恨みなんか買っちゃった日には、自分の子供にもしかしたら万が一されることもあるかもしれないですよ。カッターナイフで押されないってことが、もう事実起こってるので、やばいですよ、本当に。うん。あ、そう、ライブ配信をね。 今度ちょっと子供救済チャンネルで新たな試みっていうことで、はい、まぁ、あ、奈々ちゃんが元ライバー、プロのライバーっていうのもあり、うん、ちょっとライブ配信をしてみようじゃないかという話があるので、はい、よかったら今度やりますんで見てみてください。今回はね、その、まあ今悪い意味で話題の私立桜保育園の話になりましたけど、はい、皆さんあの、特にお子さん預けてる方は、保育士の方に無茶ぶりしないでください。人員不足なんで、それがストレスになって、はい そっちに流れちゃう可能性あるから、そういうふうにした、接した方が絶対いいです。優しくしましょう。無茶振ぶりしないようにしましょう。と、はい、いうことで、今回は終わりにしたいなと思うんですけど、内容いいねと思った方はグッドボタンお願いします。で、あとチャンネル登録の方もお願いします。じゃあ、次回またありがとうございました。ありがとうございます。